いやー、ゆいらさんないっしょ、今回に関しては。これはバックレでしょう。おちんちんいらっしゃい。猫王いらっしゃい。いちかいらっしゃい。おちんちんいらっしゃい。ゴルゴいらっしゃい。まのかいらっしゃい。つばきいらっしゃい。クロスキーいらっしゃい。試合出なくなっちゃったの。超楽しみにしてたんだけど。泣くね？言いたいことはリングで言おうよ。ねえ。大輝さんいらっしゃい。ハッチいらっしゃい。マチルダいらっしゃい。さきちゃんいらっしゃい。ないわー。いや、俺超かっけーと思ってたのに、ゆいがさん。ないわ。結局これ言い訳できないよ。ねえ、ゆいがさんと便所さんの言い分が違うみたい。俺聞いてみたいんだけど。でも、バックれた方が負けだと思わない。でも、逃げた方が負けだと思うよ。せめてチケットさばく前でよかった。もうさばいてるわけじゃん。お互いの言い分聞いてみたいね。ちょっと。でも、それはそれで、俺は試合には出て欲しかった。なんて読むんだろう、これ。鏡音さんいらっしゃい、ワードツ。これ、企画自体なしになんの？便所さん今放送やってる？企画自体なしにならないよね。大丈夫？説明してる？いや、俺放送中見れないからさ。逃げたら負けだよね。ゆいがさん、突できないかな。企画は続行。太郎さんは新年会か、今。ゆいがさん、スカイプできないかな。いや、ほら、放送中だから俺、ゆいがさんの声が聞こえないんだよ。コメントは打てるけど。キャプれないの、ふわっちって。キャプバンだから。聞いてみて、ちょっと。ワドが話したいって言ってるって。ジェダイが参加？本当に？ユラさんいらっしゃい、ワドツ。ちょっと話聞いてみてえわ。そう思わない？みんなも。ヤミーは無理じゃない？ヤミーは無理でしょ。事実と違う？いきなりだよね。ないわ。ちょっと凸かけたいな。もし、俺の凸、ゆいがさんが出てくれるって言うんだったら、ちょっと話します、僕。納得いかないっすね。全然意味わかんないでしょ。全然意味わかんないでしょ。僕の LINE ID これです。僕の LINE ID これです。全然納得いかないよ。こんなにガチになると思わなかったってのが本音。いや、これ誰も納得いかないでしょ。で、ゆいがさん擁護してる人もいんの？納得いかないよね、全然。これ損害賠償問だよ。まだ契約書交わしてないからあれだけど。ブルって逃げたと思われちゃうよ。おい、あずしさん。ハートプレゼントありがとう。いやー、ひどいわ。LINE 追加した？リスナーでおちんちんだって書かないと追加しないから。LINE 送って。リスナー減るっつうかさ。ないでしょ。ないわ。もうどんな言い訳しても、どんな正論があったとしても、リングから逃げたことは事実だから。でしょ？
リングから逃げたことは事実だから。逃げたでいいってツイートしてたんじゃなくて、逃げたでしょ。逃げたでいいじゃなくて、逃げたんだよ。ないわ。どんな言い訳してもないと思うけど、もう少し優位だに暴言吐かせて、業務妨害で訴えればいいと思う。いや、暴言とかじゃなくて、もうそういう小さい話じゃなくて、男としてかっこ悪くねえか。俺、ゆいがさんクソかっこいいと思ってたもん。ゆいがさんクソかっこいいと思ってたもん。便所太郎さんにリングの上でやろうよって言ったのは。俺、ちょっとなんか、裏切られた気分なんだけど。普通にかっこいいわって言って、ゆいがさんすげえって言ってたもん。ふざけんじゃねえよ。想定内だったの。企画がなしになれば和道リスナーも関わる？いや、関わるでしょ。企画が飛んでもおかしくない案件だと思うよ。いや、俺はどんなことがあっても、そこは逃げたら絶対ダメな部分だと思うよ。伏線張りまくってた。だってさ、100万ぐらいかかるんだよ、今回の企画。100万じゃ効かないよ、多分。俺の考えだと150は、少なく見積もって150かかる案件なの、今回。会場を抑える、レフェリー用意する、ジャスラックに登録するとか、いろんな裏側の動き見てたから、俺。で、本当に150かかる案件なのよ。これ、興行やったことない人わかんないかもしんないけど、ビジネスやってた人だったら絶対わかるのよ。150万飛ぶような話なんだよ。じゃあ350人を5000人ってさ、150でトントンにしてる計算なの見えるもん。生活かけてるところじゃないよ、これ。そう、戦いか、そう、一匹狼さんの言うとそうなんだよ。戦うことがかっこいいんだよ。それにみんな頑張ろうっつってやってるわけなのに、一人の人間が出ないっていうだけで、それ150の借金背負うかもしんないんだよ。あ、150ぐらいでしょ、大体合ってるでしょ。っていうか、俺の目算だと200かからないぐらいなんだよ。多分ね、190いくかいかないかぐらいの計算なの。俺がもし自分で打つなら。絶対これはやっちゃいけないことだよ。仕事だもん。プロ配信者として絶対ダメでしょ。これ本当に信用失うよ、これ。絶対150かかるから。みんなね、ちょっと頭使ったらわかるでしょ。あそこの会場いくらか見てみようか。多分ね、70万ぐらいかかんじゃねえの。会場だけで。新木場、ファーストリング。いくらぐらいかかんだろう。箱押さえるだけで超大変だからね、あそこ。いや、損害賠償もんだと思うよ、普通に考えて。料金システム。50万だね。あ、土曜日か。プロジェクタースクリーン、リング、撤去料、20万でしょ。やっぱね、60ぐらいかかるよ。新ケバファーストリング。土曜日だと、土曜日の夕方に28万かかんの。で、リング撤去料で20万だから、48万でしょ。で、時間延長で2万とか、ゴミ処理料1袋につき500円、プロジェクタースクリーン使用料2万でしょ？やっぱ5、60かかってるよ、これ。リング押さえるだけで。で、照明設備とか、細かいので全部持ってかれんだよ。やっぱ60いくよ。ゆうかさん、スカイプない？オッケーオッケー。じゃあ、もう放送でボロクソ言わせてもらいます。おかしいでしょ。マスコミも呼んでんだよ。マスコミ呼んでるんだよ。ニコ生でもミラーするって言ってる？いやー、出るでしょう。っていうか、普通に放映権売れるレベルだと思うよ、今回の企画は。ゆいがの言い分、金が不透明。あのさ、金が不透明じゃなくて、あなた興行側の人間じゃないの？だったら自分で企画しなさいよ。あなたがリング用意したらやってやるよって言ったんじゃないの？配達場飲んでんの？どっち？そう思わないね、こう。金が不透明なんじゃなくて、興行主を全部便所太郎さんに押し付けたの誰？で、便所太郎さんはその、お前が用意するんだったらやってやるよの一言で全部動いてるでしょ？全部動いてるでしょ？吐いた唾飲むなよ！舐めんなよ！本当に。みんな一生懸命やってんだから。怒るだろ、こんなの。
どう思う、みんな。どう思う。おかしいだろ、こんなの。金が不透明じゃねえ。金金言ってんのどっちだよ。だったら自分で金用意してやれよ。ああ、だから興行とは別に。だったらやってみろよ。こんだけのメンツ集められんのかよ。レフェリー用意できんのかよ。マスコミ用意できんのかよ。契約書負けんのかよ。できないから弁当太郎さんがやってんだろ。おかしいやろ。男として責任全部逃れて。いや、これおかしいよ、本当に。やってること、俺、便所太郎さんが裏でどういう動きしてるのか、全部試合終わったら教えるから。全部教えるから。今言えないから、申し訳ないけど。機密保持契約書あるから。俺、全面的に今回、便所太郎さん悪くないの擁護するわ。いやー、ひどいよ、アンチクロクロ。今回の件は許せない、マジで。プロとして許せない。金金金金。お前が言い出したんじゃねえのかよ、便所太郎さんにリング用意したら出てやるって。それ守ってる人の身にもなれよ。おかしいよ。興行とは別にって言ってさ、そんなのじゃプライベートで殴り合えよ。なあ、子供じゃねえんだから。残すよ。YouTube に全部残してる。いやー、これは許せないね。便所太郎さんの努力見てるし、選手がいかに本気でこの企画盛り上げようか。本当にみんなで頑張ろうって一丸となってやってるんだよ。いや、便所太郎さんのさ、PB さんか、PB パンさん、便所太郎さんの動き知ってるから、毎日4回ぐらい長文でメール来るの。内容見せらんないけど。リングはどうします、入場曲の権利がどうです、こうです、こうですって全部ビジネスマンとして敬語で、長文でこういう契約書を巻きます。怪我した場合こうなりますって全部用意してんの。裏側にプロモーターも入れてんだよ。ありえねえよ。はじめに言うがお金いらないって断ったみたいだよ。お金いらないって言ってるんだったら、じゃあなんで金の話で揉めるんだって話になるでしょ。絶対おかしいよ、今回の件。はい。全然納得できないよ。全然納得できないよ、今回の件に関しては。100万以上かかってんだから。じゃあその100万用意できんのかよ、ゆいがさん。できないから便所太郎さんにぶん投げたんだろ。あ、ありがとう。お茶もらっていいの？どうぞ。ありがとう。ご飯作ってる。全然納得できないよ、俺は。今回の件に関しては。はい、ワトツー。全然納得してないっすよ。興行にしてビジネスライクになったの気に食わない。だったらリングの上でそれぶつけろよって思うもん。そのための殴り合いなんじゃないの？勝ってリングで勝者インタビューでも何でもぶちまけられんじゃん。試合逃げることとは全然関係ないじゃん。じゃあなんで俺のスカイプ出ねえんだよ。全部逃げてんじゃん。いや、俺、連絡しようっつって、コメント、伝書バトしてくれた人いるんだけど、それすらも逃げたわけでしょ？どう思う？俺は全然納得してないよ、今回の件。金が欲しいなら金用意しろって最初から条件の時に言うべきだったと思わない？絶対おかしいよ、こんなの。全然おかしいよ。いや、男としてダサい。まず。男として絶対ダサい。みんなどれだけ楽しみにしてたのか。それでチケット買ってる人に対する、ファンに対するさ、冒涜だよ。ゆいがさんのさ、試合見たいって応援するって言ってた人に対してさ、金欲しいなら金欲しいでいいじゃん。だったらちゃんとしてくれって言えばいいじゃん。試合出ないんだって、ジーマさん。どう思う？ありえねえよ。みんな本気でやってんだよ。自分のできることを。
金金金金言ってんの誰だよ。メンゾ太郎さんが金金言ってるか。俺チケット売れなんか一枚も来てないよ。チケット売れなんか一枚も来てないよ。全部俺が持つからって、赤字出たら全部俺が持つからって言ってくれてんだよ。試合に集中してくれって、いい試合していい企画にしようなって。花火ありがとう、花火ありがとう。ハッチありえねえよ。普通チケットノルマ出すからでしょ。和道だったら10枚ぐらいさばけるでしょとかさ、ゆいがさんだったらそれぐらいさばけるでしょって話になるじゃん。それ、そんな話一個も出てないよ、便所太郎さんから。ああ俺が全部持つから、これ本当に看板企画にしたいから盛り上げてくれよって、ガチで殴り合っていいからって、俺がその場所は用意するから思いっきりやってくれしか言ってないよねえ。すごい名人じゃん、ゆいかさん超かっこいいと思ったの俺。便所太郎さんに喧嘩売ってリング出るって言ったのが、俺裏切られた気分だよ。俺ゆいかさんのこと擁護してた分マジでないわ今回。ゆいかさんすごい男だよって言ってたもん。あんだけ体重差あって、あんだけ元プロにやるっつってんだから、ありえねえよマジで。ハッチありがとう。いやーこれはやっちゃダメ、もう金絡んでる段階で。だったら前もってすいませんでしたって、金かかんないんだったら出れませんってプロとして言うべきだった。こんなねもう煮詰まってる段階で言うことじゃないでしょう。どう考えても、どう考えてもおかしいよ。納得できねえマジで。だったら興行、だったら興行なんて最初から言うなよ。そう思わない？だったら最初から自分の口から興行なんて言わないこと。俺は納得できないっすよ。チャレンジするのがかっこいいんじゃん。ダサいよ、逃げるのはダサいよ男として。俺だって怖えんだから、7歳年下の運動神経いいやつと殴り合わないといけないんだから怖えよ。負けたら一生言われんだから。でも逃げねえよ。絶対納得できない今回のは。どう考えてもおかしい。みんな怖えんだよリング上がんのは。恥かくの怖えんだよ、だから練習してんじゃん。そうだよ。はじめましてマリオさん、いらっしゃい。そうそうそう、電話かけてこい。何番、何番、のんちゃん電話貸して。のんちゃん、はい、ゆいがさんが電話かけてこいだって。はい、何番、番号、ゆいがさんの、うん、ありがとうございます。いいんですか、さあさあ、ありがとう。何番、電話かけるよ俺。 LINE でもスカイプでもいいよ、LINE でもスカイプでも電話でもいいよ。教えて、かけるから。俺逃げないから。どこにかければいいの、どこにかければいいの。どこにかければいいの？ LINE でもスカイプでも何でもいいよ。バン大丈夫だよ、許可取ってるから。LINE でも電話でもスカイプでもいいっすよ。どれでもいいっすよ。うん。LINE でもスカイプでも電話でもいいっすよ。話しましょう。LINE、スカイプ、電話。なんなら俺が言いましょうか。なんなら電話番号僕が言ってもいいっすよ。もし言えないんだったら電話番号僕の言いますか。なんでもいいっすよ。やりましょう、徹底的に。
言えない。じゃあ俺の電話番号言っていい？メモれる？みんな俺の電話番号言いますよ。ちょっと浅井さんこれごめんね。俺の電話番号言うよ。0809188052。野口さんの電話、間違ってここ、野口さんの電話を。いや大丈夫大丈夫、大丈夫です。自分の電話番号なんで。はい、俺出るから。教えてください。すぐかけるから。早い方がいいや。出ちゃうよ、年寄りや。全然出るから。はい、あ、俺コメント打ってもいいよ、全然。おかしいでしょ、どう考えても。書き込んでありがとう。これ納得全然いってないよ、俺は正直。便所太郎さんにこれ謝罪するような案件でしょ。もしもーし、もしもーし、もしもーし、送っといてありがとう。もしもーし、もしもーし、誰ですか？トースコぐらいタコ。どなたですか？かける？うん。あ、かけない。いたでんこれ。もしもーし。はい。あ、ゆうかさんですか？ね、あ、ちょっと、浅井さん、ちょっと、向こうでやって。ちょっと、今、電話中だから。すぐ終わる。うん。あ、ゆうかさん、ご無沙汰っす。はい。どうも、久しぶり、野球以来かな？野球以来っすね。どうもどうも。ゆうかさん、出ないっすか？出ない。なんでですか？はい。あ、俺さ、はい。窓ちょっと知らないかもしれないけど、そもそも、俺が、はい、わかりました。そして、はい。配信で、別所太郎とやりたい。やりたいってことから便所太郎に話してさ。あ、それ伺ってますよ、把握してます。で、まあ、いろんな配信者が自分らもやりたいですって話を聞いてるんで。そうですね、イベントだったんだ。はい。で、要はイベンターとしてやりたかったんですね。イベントの興行主としてやる方向になったわけじゃん。はい。で、なんかだん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 ね、なんかね、話が、はいはいはい、完全に1回目行ったんだけど、はい。あ、ゆいかさん、あの、ちょっと音質が携帯電話僕の悪くて、LINE で話することってできますか？ LINE？ 僕送るんで、LINE を、あの、コメント欄に。LINE で何？ LINE、音声がちょっと聞き取りづらいんで、あの、LINE の番号僕送るんで、コメント欄に。LINE でやり取りできますか？ゆいがさん。いいよ。すいません、ちょっと待ってください。LINE すぐ送ります。ちょっと LINE 送って、みんな。俺の LINE これね。台本じゃないよ、全然。俺の LINE これ。
ゆいかさんの LINE どれだ？ QR 分かってない？どうすればいいの俺。どれがゆいかさん？ ID？ LINE ID ってどれ？ QR コード踏むだけなんだけど、リンクを。このリンク踏むだけで、ID 登録できるんだけど、ID ってどうやって出すの？ID、ID ってどうやって出すんだ？ ID の出し方がわかんねえ。ID が知りたい。ちょっと待って。ID。これかな？ LINE ID これです。LINE ID これです。S. 高光です。S. 高光。S. 高光です。伝えた、ありがとう。全然納得いかねえよ。ハンディ勝ってんの？え？ハンディ勝ってんの？いや、逃げたんすよ、試合から。あんた強そうになったからじゃないの？もっと強いやつ見つけた。違う違う、俺の試合じゃないこれ。俺の試合じゃなくて逃げたの。あ、そう。うん。検索できない。だから URL 踏んでってこれ。URL 踏んだら LINE 登録できるから。うん。URL 踏んだら LINE 登録できますこれ。みんなできるっしょ？それおかしいよ。参加させればいいだけじゃん。ん？いや、だから参加させるために電話してんのよ。あ、そう。うん。逃げるなっていう。検索 OK には分かんない、設定が。どれだ？ゆいかさんからかかってこないよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。浅井さんですね。神様です。神様です。神じゃないじゃない。設定プロフィールで ID 許可。浅井です。神です。設定がよくわかんない。おばちゃんって手伝えないよ。うん。でもみんな追加してるけど。みんな追加してるけど。URL 踏んで。だって今もう20件ぐらい来てるよ。友達申請。これね。これ踏んだらできるっしょ、みんな。こんばんは、ご満足さんいらっしゃい。URL 踏むだけでできるでしょ？別にいいよ。別にいいよ。逃げは逃げだと思ってるから、俺は。追加できるよね。誰でも。電話だと聞き取れないんだって。環境が違うから。いや、URL クリックするだけだって。
URL クリックするだけでできんの？むしろ誰でもできるように設定。あ、ゆいがさんいたいた。大丈夫。ゆいがさんいた。ゆいがさんいた。来た。ゆいがさん通話中だって。ゆいがさん通話中だって。何これ。ゆいがさん通話中になってんだけど。ゆいがさん繋がった。出ないけど、ゆいがさん。あ、来た来た。あ、お疲れ様です。もしもし。もしもし。あ、お疲れ様です。うん、お疲れさん。なんで出ないんですか、試合。え？出ないよ。なんでですか、ここまで決まって。みんな楽しみにしてますよ。いや、それはみんな楽しみにしてた。お前ら自分らが何出たいと思って。何ベンジョン頼んだんだろ。あ、まあまあ、自分の試合じゃなくて、ゆいがさんが出るって言ってたわけじゃないですか。その試合を楽しみにしてるって意味っすよ。そうだよ。僕も楽しみにしてましたよ。かっこいいと思ってて、あんだけ体重差あって、うん、リングでやろうよって言ったのは。うん。だから、リングでやるけど、イベントでやらないってだけ。はい、あ、他ではやるんすか。ベンジョンがだから、やってくれるって言うならね。今回の興行に納得してないだけで、リングでは蹴りつけるっていうのはじゃあ本当なんですか？リングでは蹴りつけるって、はい、まずそもそも、その話が違うよ。蹴りをつけるって、こんな話じゃなく、はい。俺、チャレンジ客配信としてね、はい。だから格闘家、うん。格闘技店が体がでかいベンジョーに俺がチャレンジするという、はい。それからボクシングっていうルールでやるっていう、はい、いや、かっこいいと思いましたよ。なんでじゃあ今回は出ないんですか？別に今回その条件満たしてるじゃないですか。満たしてるね。満たしてますよね。チャレンジ。はい。うん、ただ、興行として便所をやるわけじゃん、今回。だって、リング用意して、あれだけの環境を整えるのって150万ぐらいかかるんですよ。だからそれは知ったこっちゃないじゃん。いくらかけようが何しようが知ったこっちゃないじゃん。だろ？興行にしたのは便所だろうで。はい。だろ？工業としてもやろうと思ったの。ベンジョだろ？え、だって、俺はただ企画配信やりたいだけなんだよ。ゆいがさんってだって、配信者じゃないですか。配信者じゃないですか。で、企画を用意したベンジョ太郎さんに対して、それって逃げだと思いますよ。企画を何？企画を何？だって、ゆいがさんがチャレンジ企画としてやりたいって言って、あなた、はい。企画を何？企画を何？企画を用意したのはベンジョ太郎さんじゃないですか。僕、違うよ。企画を用意したのは俺だからな。違う、そういう意味じゃなくて、要は殴り合いの企画を用意したのはゆいがさんかもしれないけど、ね、リング用意するんだったらやってやるよって言ったのはゆいがさんじゃないですか。それに対して全力で答えたのは便所太郎さんだと思いませんか？うん、そうだよ。そうですよね。そっから逃げたわけじゃないですか。だって、あなたがリング用意して環境を整えたらやろうぜって言ったのに、吐いた唾飲んでんのゆいがさんっすよ。うん、でも、うん。あのさ、はい、お前金の中とかがさ、これさ、おかしいなと思うことないの？思わないっすよ。だって、俺、便所太郎さんの放送見てるけど、今回の企画、150万は絶対飛ぶんすよ。で、マスコミも用意してるし、誓約書も用意してるし、裏側でプロモーター、プロのレフェリーとか全部用意してるんすよ。で、赤字食らう可能性があるんすよ、チケットが売れなかったら。なのに、チケット売れとか言われてないっすよ、僕ら。そういうことじゃなくな？うん。まずさ、マスコミ必要？マスコミ必要かどうか、じゃあ必要ないんだったらマスコミなしでくれっていうことを事前に言えばいいじゃないですか。なんで俺出ねえよって話なんですか。金をかけてるのはベンジョ太郎で、無駄に金をかけて、こんなね、アマチュアのね、格闘技経験もないね、ただの腐れ配信者でも集めてやるのに、マスコミ、はぁって思うし、な、スポンサーに対しても、ね、なんか不下に扱うし、とんでもねえなと思った俺こいつ。どう無下に扱ったんですか。それ、僕知らないんで。じゃあ、うちのおりさんがスポンサーになるって言ったんだよ。はいはいはい。それね、スポンサーってわかるよな。わかりますか。いや、金払うまだよね。はい。はい。うん。だったら、それありがとうございますないんだよ。だったら、それ、ゆいがさんのことを応援してくれてるスポンサーなんで、ゆいがさんが直接、スポンサー募ればいいじゃないですか。は？ゆいがさんに支援してもらえばいいじゃないですか。便所さん、太郎さん、組まないで。ないじゃん。試合逃げる言い訳にはならないっすよ。男としてダメっすよ。
試合に逃げる言い訳にはなんない。おっちゃちゃ、あのさ、うん、和道さ、俺別にね、そのスポンサーたちからお金をもらってるわけでも何でもないよ。わかりますよ。普段。はい。俺がイベントに出るから、そのイベントしてやる、出るわけじゃん、はい、イベントの試合に。はい。だから、ユイガが恥かいたらまずいから、え恥ずか、うん、ね、ユイガルテナーとして、ね、うん、まずいからってことで、スポンサーになってくれたわけ。うん、それって八百長って意味じゃないですか、負けたらまずいから金払うって。それ、ベンチ負けたらなんて、誰が言ったの違うよ。じゃあ、恥かいたらまずいから。ああ、そういうことか、そういうことか。すいません、すいません。要は、うち、ユイガさんの、わかりました。今のはすいません。勘違いです。要は、ユイガさんぐらいの大手。勘違いで物事喋ってんじゃねえよ。そのいや、逃げたのは事実でしょ？逃げたのは事実ですよ。だって、こんだけ大ごとにして、こんだけ興行も。逃げるんだよ。だから、結果ね、やらないって言ったんだから逃げだよ。だから、それで別に何よ。それに対して俺なんか言った？逃げじゃないよなんて言ってないよ、俺。いや、だからクソダサいっすよ。うん、じゃあいいじゃん、別に。そんなんで、そんなんでいいんすか？みんな、ゆうがさんが、ね、あんだけでかい便所太郎さんにぶん殴り合うっつって、僕感動しましたよ。ずっと擁護してましたよ。絶対、ね、めちゃくちゃな試合になるのに決まってるのに。擁護っていうのをお前言葉すら知らないのかもしれないけど、なんでかばったりとかするの？かばったりじゃなくて、一ファンとして絶望したっつってんすよ！ダセーっつってんすよ、うん、あんたの生き方が、あんたの生き方がクソダセーっつってんすよ、クソダサいっすよ、絶望したな。絶望しましたよ。クソダサいっすよ。うん、じゃあ関わるなよ、バカ野郎。じゃあ関わるなよ、バカ野郎じゃねえよ。あんたの生き方クソダセんだよ。おめえだけ無念だったら俺がボコボコにしてやるよ、てめえなんか。クソダセ。どこ、口先ばっかりでよ、ネットでしか何にも言えねえのかよ。頑張ってるね、和道くん。頑張ってるね、じゃねえよ。クソダセんだよ、てめえの生き方口先ばっかりでよ。言葉が聞こえる。逃げんじゃねえよ！こっちは必死になって練習してんだよ！やってる。逃げんじゃねえよ！うん、俺は練習もしないけどね。練習してねえ！てめえがボコボコにされて恥かくのがダセえだけなんだろ？そっから逃げてんだろ！みんな怖いかもしんねえけど、殴られるかもしんねえけど、恥かくかもしんねえけどよ！みんな必死になって練習してんだよ！みんな本気で、全力でこの企画成功させようってやってんじゃねえのかよ！てめえのわがままでどんだけ言ってんだよ！おめえの一人のわがままでよ、どんだけの人間を振り回してんだよ、出せんだよ。どんだけの人間を振り回した、誰を振り回した、おめえリスナーの期待にも裏切ってるしよ、おめえが吐いた唾では始まった企画だろうがよ、それに全員振り回されるんだよ。おい、ワド、ワド、なんだよ、ワド、なんだよ、おい、誰にお前つってんの、お前、おめえだよ、おめえだよ、ゆいが、おい、わかったよ、おい、会おうぜ、会おうぜじゃねえよ、てめえ、怖い、この野郎、てめえが吐いた唾なんだ、西新宿だよ、今すぐ来い、うん、住所教えろ、今から行くから、西新宿5の19の7だ、この野郎、関係ねえよ、てめえ、おい、関係ねえよ、じゃねえよ、この野郎、うん、俺配信者言うじゃねえから今、うん、関係ねえから、ワード、関係ねえからじゃねえよ、来い、てめえ、この野郎、今すぐ、うん、てめえ、覚えてろ、お前、覚えてろじゃねえよ、早く来い、今、お前吐いた、お前吐いた唾飲む、うるせえ、なんか言ってんだ、来い、ああ、配達も飲む。早く来いよ、俺が蹴りつけてやるよ、おい、あ、早く来い、イベントね、できなくしてやるよ、吠えてる。ふざけんな、イベントできなくするこの野郎、てめえ、公共、お前、今言ったこと覚えとけよ、イベントできなくするっつったんだからな。おい、イベントできなくしてやるよ。はぁ、てめえ、お前上等だよ、この野郎、業務違反だからな、お前、覚えとけよ、マジで。てめえ、来い、今すぐ。話つけてやるよ。てめえがやってること、どういうことか、覚えさせてやるよ。ワド、噛んでる。はぁ、違反って何？うるせえ、早く来いよ、この野郎。ぐだ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 よ、ネットの上でしかなんか言えねえんだろ、この野郎。まだ早く来いよ、ぐだぐだ言ってんじゃねえよ。ワド、早く来いよ、この野郎。ネットの上でしか言えねえ。うるせえよ、言葉なんかいらねえんだよ。てめえ、配達ば飲むなよ、この野郎。てめえでよ、リング用意しろっつってよ。おめえがリング用意しろっつったんじゃねえのかよ。ワド、おい、ワド、おめえがリング用意しろっつってよ、のこのこ逃げたんじゃねえのかよ、うん、おい、ワドはいいんだけど、ワド、俺にやってもらいたいの、当たり前だろうがよ、おめえがリング出るっつったんだろうがよ、みんなお前に期待してんだよ、お前のよ、お前がどれだけできるのか期待してんだよ、わかった、じゃあワド、わかったよ、ワド、あの、ギャー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 、キャンキャンキャンうるせえからさ、ちょっと静かにもうちょっと喋って、割れてるだけだから、あ
あのさ、ワト、やってもらえてんだろ、俺に。やってもらいたいっすよ。あんた、憧れの、憧れの配信者でしょ。どんだけあなたに憧れの配信者生まれたと思ってんだよ。あのな、ワト、やってもらいたいんだよね、あなたが。そうだよ。頼めよ。やってくれよ、ゆいがさん。お前もう、気が違えんだよ。やってくれよ、逃げんなよ。やってもらいたいんだろ。やってもらいたいっすよ。やってくださいよ。ベンズ太郎さん、とことんやってくださいよ、リングの上で。その上で、後で蹴りつけましょうよ、スポンサーの問題は。俺、ゆいかさんが正しいと思う部分は擁護するから、リング立ってくださいよ。見たいっすよ。みんな期待してるっすよ。この企画に、ゆいかさんの、ね、ベンズ太郎さんと勝てるわけねえと思ってるわけじゃないですか。あんだけ体でかくて、元格闘技経験で。やってくださいよ。逃げないでくださいよ。やってくださいよ、ゆいがさん。僕、それさえ出てくれるんだったら死のこと言いませんよ。かっこいいと思ったゆいがさん見せてくださいよ。あんな無謀なチャレンジでやるよっつってゆいがさんに戻ってくださいよ。言い訳なんか聞きたくないっすよ。出てくださいよ。逃げないでくださいよ。負けてもいいんで。勝負から逃げないでくださいよ。5000円安くないっすよ。地方から来る人もいるんすよ。あなたの戦い見たくて。まあ俺言いたいこと言ったよ。ごめんね、なんか声荒げて。リスナーさん、浅井さんです。俺言いたいこと言った。うん、うん、浅井さんごめんね。よく分かんなかった。よく分かんなかったよね。ごめんごめん、うん。今のなんて言ったの、何がの、うん、ちょっとね、ちょっと揉めてる。今の話は置いといていいよ、浅井さん。いや、要は試合に出るって言ったんだけど出なくなっちゃったのよ。うんうん、うん、いやもう伝えたよ。おつばにはいらっしゃい。パフェありがとう。ごめんね、みんな。うるさかったよね。申し訳ない。うん。浅井さん、全然ちんぷんかんぷんだよね。ごめんね、どうなって。いや、なんでそんなにいけるのか分かんない。いや、男としてさ、やっぱ約束は守んねえと。のんたん、タバコもらっていい？やる人はやるの？いや、別になんか、お前の家今から乗り込むっつったから、それは全然逃げる気ないよ、俺は。来るの？分かんない。いいよ。浅井さん。ないよ、この雰囲気だったら。来ないかな。もっとタバコちょうだい。だとこれってあなたが乗り込むんじゃないの？俺は乗り込まないよ。Cさんいらっしゃい。花火ありがとう。でも、やっぱりさ、スーパースターなわけじゃん。あの、配信会の。俺は見たいよ、ゆいがさんの、正直。負けても勝ってもいいから。うん。勝負ってそういうもんだ。配信ってこういうのや、うん、戦った方がいいのかな。うん、変なこと覚えなくていい。うん、でもこれはリスナー代表として言わせてもらったのね。そうだね、配信戦った方がいいね。うん、だけどこれって、ね、僕はあれですよ、第4試合です。花火ありがとう。いや男気でしょ、ここは男気でしょ。うん、花火ありがとう、みんな。花火ありがとう。みんな楽しみにしてるんだよ。ゆいがさんがいないと成功しないんだよ。ゆいがさんありきの企画なんすよ。何試合もやるんですか？何試合？7試合かな、合計。で、俺は第4試合に出るんだけど。うん。あ、みんなでやる。
配信者がみんなで集まってた。そう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 。そうボクシングでね。対戦するしないの問題じゃない。イベントのやり方？俺イベントのやり方は知ってますよ。なんつうの、どんどん来てるんで、すごいクリーンにやってますよ。だから納得できないの。ゆいがさんがね言ってることを間違ってるのよ。それ証明することできる立場にいんの。うん、俺出ますよ、第4試合です。でも無理だよ、絶対向こう分かんないよ。うん、だからそれは言い訳なんだよ。リングを用意しろっつって、ゆいがさんが同じことやっても同じような結果になるんだよ。うん、こうやって世の中で、いや多分思ってたよりも 大掛かりになって、ね、それでブルっちゃったっていうのが本音だと思うの。だったらそれを言った方がいいと思うの。逃げるんだったら俺ブルったわって、怖えわって。どこら辺がクリーン？だって今回の企画って150万ぐらいかかりますよ。でリングの席数とか考えても裏っ引きなんかしてないっすよ全然。いや俺は言いたいこと言ったから、うん、俺は言いたいこと言わせてもらったから。ゆうださんに興行に不信？だったら自分で最初からリング用意するべきだったんじゃないの。でも便所太郎さんみたいにできないと思うよ。うん、俺の対戦相手は、テルチャンピンですね。うん。うん。うん。俺は全然、あれっすよ。しょうがないよ。世の中っていうもんだよ。まあね。まあ、それが世の中だよね。イベントは、だって試合出るんだぜ。うん。まあ、トレーニングしよう。うん。トレーニング今日もやりますよ。うん、テルチャンピンと僕でぶん殴り合いです。うん、ボクシング経験ないっす僕は、素人です。配達バー飲んだらダメだよ。うん、お母さんじゃない、この人はね、なんて言えばいいのかな、うん、友達です。お母さんだよ、お母さん。お母さんじゃないでしょ、嘘つかないの。うん、お母さんじゃないですよ。いや、俺は売名する気なんかもともとないよ。うん、ゆいがさんの方がさ、格が一つも二つもさ、三つも四つも上なわけじゃん。相手にされないよ。だけど、今回の件に関しては納得いかないっつったの。うん、今回の件は納得いかない、ただそれだけよ。やっぱさ、みんなで一丸となって盛り上げたいじゃん、ここは。これをさ、そんなさ、一人に影響力あるわけじゃん、ゆいがさんは。それないよ。俺は便所太郎さんに、腹渡にえくり返るぐらいさ、本当は便所太郎さんが言いたかったんだよ、これを。本当は便所太郎さんが怒鳴りたかったんだよ。でも便所太郎さんの気持ち考えたら、許せねえよ。後輩の俺が言わねえと。そう思わない？でしょ？俺は2時間いかないぐらいかな、1時間半ぐらいかな平均。うん、1時間半ぐらい。困ったね。え、どうしたの？だってあれだ、どうだってもダメだったの。まあダメだったのはしょうがないよ。みんな見てるから、しょうがない、しょうがない。大丈夫だ。しょうがないよ。まああざとい部分は必要だと思うよ。だけどさ、ここまで大きくしたのは便所太郎さんじゃん。それを努力って見ないとさ。じゃあ俺が同じことやれっつったら、これだけの配信者集められないし、ね、それはゆいがさんの力でもあるわけじゃん。で、元プロ格闘家だったから、レフェリーとかリングドクターとか詳しいわけじゃん。喋りでぶっ飛ばせばいいじゃん。喋りでぶっ飛ばせってね。そうだね。うん。いや、私が喋ればぶっ飛ばすけど。うん、いいよ、いいよ。大丈夫だよ。そう？うん。誰かが言いたかったことだと思うよ、俺は。うん、みんな思ってることだと思うよ。この人第一人者なの？第一人者。この人は有名な人。この人はもう超有名な人。ネットで第一人者だよ。な、うん。何をもって有名とするの？みんなが見てる。みんなが見てる。2万人登録してる。うん、今も1200人見てる。この人。香川さんすごいと思うよ。やっぱ香川万博。うん。新しいフォロワーさん紹介します。
新しくフォローしてくれた方を紹介します。しんさん、ボンさん、ゆうゆうさん、もじゃげ男さん、しんさん、 WTR さん、ミスター福さん、あれ福ちゃんかなこれ、ミスター福さん、フォローありがとう。うん、イベントじゃなくてワドをボコボコにして試合できなくしてやるって言ったんだよ。あ、全然構わないですよ、全然構わないですよ。うん、やりましょうよ。じゃあベンジョ太郎さんと二人で一緒に来なーって言ったらぶっ倒れるよ。え、まあまあいいんだよ、いいんだよ、呼ばれてない。うんうん、俺全然対戦カードを別にユイガさんに変えても全然構わないし、別に今から家で殴り合うって乗り込むんだったら全然構わないですよ、全然構わないですよ。うん、あ、それがいいね。ね、全然いいよね。今から僕の家に来てボッコボコにするんだったら帰るうちにしますんで、はい、構わないですよ。僕は逃げないんで。うん。発表前に便所のみにするか、他の配信者まで拡大するか、言う。そうだね、それはあるね。うん、ビラちゃんマンの言う通りで、それは2人で話し合うべきだったかもしれないね。うん。そこに、でも、もう発表されたからだいぶ経つわけよ。1週間ぐらい経ってるわけじゃん。で、言う機会なんかいくらでもあったじゃん。要は、他の対戦者募るっていうことをやったときに、ゆいがさんがストップかけたことをできるわけじゃん。今更じゃない。そこに対して全然言ってなかったわけだから。うん。そうだね。試合頑張ります。うん。試合頑張ります。それは、一週間も経ったから言うことじゃないと思うよ。契約書巻く段階だから、今。さすがに今回は便所太郎さんかわいそうすぎる。ゆうがさんの言い分わからないわけじゃないよ。わからないわけじゃないけど、じゃあ出ないっていうのは子供じゃないんだからさ。うん。後でやるんならいいんじゃない？うん。一方的に俺辞めたはちょっとないでしょ。うん。それリスナーとしてね。うん。リスナーって何？リスナーってこれを放送を見てる人のことをリスナーっていうの。ああ。試合までね、タバコ好きなんですよ。タバコだけはやめらんないっすね。タバコやめらんないっすよ。タバコやめてその人に届けかければ勝つかもしれないよ。この人は浅井さんっていうと僕の友達です。はい、そうなんだよね。本当はタバコやめないといけないんだけどね。うん、このイベントはこのイベントイベントと対戦するのは別口で、あ、それでもいいと思うよ。全然それでもいいと思うよ。うん、彼が他に面白そうな人出ないの？初見さんいらっしゃい。いやいや、男気ないっすよ。僕、ヘタレです。全然、うん。最初から逃げるつもりだったんだ。大騒ぎしてもしょうがないし。いやー、でもちょっと俺はかっこいいと思って、ゆいがさんのことをね、ゆいがさんめちゃめちゃかっこいいって放送で言ってた手前もあるから、ね、あんだけでかい元プロの、あ、バカありがとう。元プロで、あんだけ殴り合おうって言ったのかっこいいって言ってて、ねえ、俺ゆいがさん尊敬したって言ったから、それはちょっとねえわと思っちゃったね。二人でしっかり話し合いできてない。そうだね、うん、元プロ、うん、便所太郎さんっていう人はもっと出る、うん、元プロだね。便所太郎さんが、うん、元プロ格闘家、うん、まあまあいいんじゃん。じゃあかわいそうだね。かわいそうっていうか本人が出たいって言った。ゆいがさんの方がやろうって言った向こうが。出たいって言ったの？そう。うん。昨日の便所のやりとり YouTube 見た？見てないよ。じゃあそれはダメだね。二、うん、人で殴りに行かなきゃ。いや、いいいい。ほっとく。俺は自分の試合ちゃんとやりたいから。ねえ、ゆいがすごいなーっていうか、ゆいがさんすげえと思ったよ、俺。うん。本当にかっこいいと思った。パドさん、人がいいけど人を集めるオーラが皆無。普通に仕事した方が食えるよ。どこが、うん、どこがかっこいいの？ん？何が？その人。かっこいい、かっこ悪いいかどうかわかんないけど。うん。3ラウンド制ですね。1分3ラウンド。あ、1分3分間3ラウンド。うん。そんな感じです。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ホットドッグさん、マコツさん、立山緑虫さん、ヤッホーさん、フォローありがとう。便所も最初から逃げること考えてイベント考えてたよ。いや、まあ、逃げるとは思ってたけど、俺も。逃げるとは思ってたけど、まあ逃げたら言うよ。
言うよ。うん、あそこで昭和8年前のあの人ダンボールやってる人に出てもらえば猫300匹のやつやってるよ。猫300匹そう、すごいね。すごい強いよ。強いの。ホームレスでしょ。違うよ。そうなの、うん、じゃあダンボールで寝てんでしょ。いや、家があるよ。ちゃんと家があるの。依頼したらやるかもしんないよ。うんうんうん、うん、すごい強いよ、うんうん。まあでもその金儲けの件に関しては別にその2人の問題だと思ってて、でもやるって言ったもんはやらないとっていうのが俺の意見。そうそう、別にベジョ太郎さんのあの金儲けは俺しいいと思ってて、ゆいかさん金儲けしたくないっていうのは分かってるから、そこは分かってる。だけどもうそれを踏まえた上でやろうっていう風になってるわけだから、それをひっくり返すのじゃなくて、だったらもっとその予算かけないでやろうよとか、マスコミ読むのやめようよって話し合いをすればいいだけだと思ってるのよ。その人と、それをだったら俺は出ないって、子供じゃないんだからっていう。あなたはひっくり返ればそれでいいんじゃない。それ、そしたらみんなも嬉しいよ。そうだね、俺がボコボコにされるの見たいんだよみんな。俺が負けんの見たいのみんなは、うん、そう。いやだからね、うん、いやその間も昭和8年前の爺様に やられたら間いいんじゃないかと思うけど、うん猫抱きながらあんたぶん殴ったら面白いかもしんないよいいな、面白さ求めてないから今回。あ、そうなの、うん、まあ何を求めてる、うん、あ、そうなんだ。強さ、戦い、じゃあしょうがないかもね。試合してサクッと帰る。ゆいが本当に男かよ。いやでも出ることで男気上がったと思うけどな。うん、出ることによってゆいがさんの株上がったと思うけどね俺は、うん、まあでもね、サイン前だからいいんじゃない、うん、しょうがないでしょ、別の人で盛り上げようよ。いやそういうか、上がったら上がっ、男は上がるけど、でもそういうふうにその人考えないよ、うん、ちょっと、うん、そうだね、この人は考えないね、うん、しょうがない、うん、しょうがない、残念だけどしょうがない、うん、まあ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 、巻き込まれたってわけじゃなくて、俺はゆいかさんがかっこいいと思ってたから一ファンとして言っただけよ。代わりにあなたがそういう、俺は全然迷惑だと思ってない。え、そのぐらいの配信者になればいいんだよ。ああ、ゆいかさんみたいな頑張るね、ありがとうね、うん、新しいフォロワーさん紹介します。そうだね、影響力ある配信者になるよ、頑張るね、うん、そしたら、カーサさんフォローありがとう、サトルさんフォローありがとう、ゴリラさんありがとう、あんた誰よさんフォローありがとう。うん、まあ、契約前だからね、しょうがないね。契約ってどこと何を契約するの。あのほらボクシングの試合するから、怪我しても文句言わないっていう契約書を書かないといけないから。すごい男らしいね、怪我しても、うん、なんと文句言わないと、ね、お互いに帰ってそれから殴り合うんですよ、すごいな、ね、男らしいよね、うん、まあ6月はちょっと長いけどさ、多分そのリングを抑えられなかったりとか裏の事情があるでしょ。あ、ちょっと殴られてるの好きじゃなかったけど、そうやってお互いに書いてんのかなと思う。そうそう、一筆書いてるから、要は正々堂々拳でやろうって、あれってあのそれを仕事にしてる人が多分お互い殴り合って怪我してるに文句言いませんって書いてから話す。そうだよ、ボクサーもそうだよ、うん、そうだよ、スポーツ選手はみんなそうだよ。わあ、うん、うん、まあまあまあいいっすよ、自分のことだけで精一杯っすよ。でもずっと殴り合えないよね、途中であのやっぱり年取ったらくじけるからダメなんですか、うん、みんな30歳前半、20代後半とか30歳前半で引退だね、みんなやっぱ体おかしくなっちゃって。契約書はね、来週です、僕が書くのは来週ですね。ゆいがさんの試合見たかったけどな、俺は。すげえ楽しみにしてたけどな。残念だね。見たかったな。まあ練習すっか。のんたん、ご飯あと準備どれくらいできる？あ、本当に？じゃあ練習行こうよ。うん。いや、これ昨日のは時間かけなきゃ。うん？
昨日の途中なんだよ。うん。昨日の最後の人。あ、昨日。あ、弁当太郎さんだ。ちょっと待って。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すいません、ちょっと出過ぎた真似しちゃって、今、ゆいがさんと話しました。うん、いいよ、もう使わねえから、あいつは。了解です。わかりました。はい、うん。和道は和道のことだけね。はい。しっかりやって、やる気をなかないようにしてもらえば。はい。ただちょっと、ね、なんか、弁当太郎さんが裏で、すごい、なんか、いろんなことを手配してるのとか知ってたんで、なんか間違ったことを吹聴してるのが許せなくて、ちょっと。はいはい、いや、ほっといていいです。嘘つきないことはほっといてください。了解です。ちょっと自分の姿勢集中します。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。飲んだんでね、俺の彼女だね。俺の彼女。一寸先は闇の配信会で、4月先の契約書なんてゴミみたいなもん。4ヶ月先。いや、でも、一応50万の請求書書くらしいよ。そう、請求書巻いて、書いて、バックれたら50万だって。うん。だから俺もね、人のこと言えないよね。新しいフォロワーさん、デデさんフォローありがとう。頑張ります。あ、風船ありがとう。もしよかったらこの後練習配信するんで、コメントは拾えないですけど、みんなでね、ジャブが甘いとかね、もっと枠締めろとかね、枠やるんで見に来てください。どうだろうね、電書バト飛んだんじゃないかな、わかんないけど、自分の試合集中しなって言ってくれたから。お世話になってます、ありがとうございます。大変すいませんけれども、明日のカラオケなんですけれども、清水さんが予定に来ないんで、その再来週になりましたので、大変すいませんが、明日私会長さんのところに早く行きまして。朝井さん LINE やってないです。それで、はい、俺はそうですか、すいません、テルチャンピンです、青山。まだ伝わってないので、明日早く行って、しばらく話しますので、すいませんでした。風船ありがとう、みんな。はい。ありがとうね。アイテムありがとう。頑張ります。試合まで。あ、そうですか。あ、そしたら、朝何時ぐらいにいらっしゃるんですか？浅井さんは神様ですね。空き缶拾いで毎日2万円、日当2万円稼いでる神様です。はい、すごいでしょ？空き缶拾いで2万円稼ぐんだよ。すいませんでした。申し訳ございません。すいませんでした。再来週、課題予定していますので、よろしくお願いいたします。すいませんでした。すいません。ごめんなさい。すいませんでした。お伺いします。明日すいませんでした。浅井さん、かわいいでしょ。うん。浅井さん、あれでしょ、空き缶拾い、大体1日2万円分ぐらい稼ぐでしょ。だってそれは自分にならないよ。体力があるのに。うん。体力はだんだんできたから、自分ならかなとしてる。うん。うん、浅井さんマネージャーじゃないよ、うん、マネージャーは匠さんっていう人、俺のマネージャーは。ツバニアンどれさんセコンで出るのかな、それ聞いてみれば、今いるから、ツバニアン本人に聞いてみなよ。うん。あ、血圧計算バガーありがとう、よろしくです。ゆいが毎日ツバニアンの放送コメント打ってたのに、脈なしだと分かった瞬間からディスり出したのが面白かった。ツバニアン興味あったのかね、惚れてたのかな。うん、いけるわ。浅井さんもマネージャーにしてあげて。セコンドはロハコさんです。僕のセコンドはロハコさんです。あ、出るんだ。あ、じゃあツバニアンも久々に会うんだ。セコンドだ、ドレさんの。これ昨日の続きやりますけど、いいですか。あ、いいよ、電話かけますから。うん。じゃあ、浅井さんの、お悩み相談枠やります。浅井さんの電話番号何番言って。070-070-5011。 あ、もしもし。はい、あ、昨日の浅井でございます。スピーカーにしないと聞こえないよ、みんな。今日はどのようになったでしょうか。うん、はいはい、浅井さんスピーカーフォンにしないとみんな聞こえないって。貸して。ちょっと待ってね。貸して。あ、もしもし、何か昨日の、悪かったところじゃないな、足だ。
足腰ですね。はい。左の腰はどうなってますでしょうか。ちょっと触ってみてください。はい。そこが痛いですね。はい。あ、昨日のはだいぶ良くなった。で、今日はそこの痛みはどのような時に不便なんですか。それが治ればだいぶ違いますか。はい。体を動かさなくてもずっと痛い。すいませんが、もう一度ちょっと触っていただけますか。友達がホームレスやるときに知り合ったの。元ホームレス。のんたん着替えて準備しておいて。はい。あと俺のボンテージはあったった。練習行きます。タバコください。はい、ありがとう。あとで買わないと、うん、もしもし、その左の腰は腰の骨の圧迫によって痛みが発生してますので、今腰の骨をまっすぐ解除してみますので、左を振り向いてください。はい、ちょっと待ってくださいね。でもね、おかげでね、生活保護抜けましたよ。放送のおかげで。みんなありがとね。俺の人生変えてくれたのは放送だよ。こっから大変だよ、放送で稼がないと。もしもし、右の腕を曲げて、肘を曲げて、そして振り向いていただきたいんですが、ちょっと待ってくださいね。花火ありがとう。練習行こう。練習、肘をもうちょっと体の前に持ってってください。右肘が右に行き過ぎているので、それをもうちょっと前にお願いします。すいません、すいません、もうちょっと前で。ちょっと待ってくださいね。そうそう、電話でね、リスナーさんの体を直してるんです。もしもし、もうちょっとだけ右にお願いします。お願いいたします。すいません。あそこです。はい。そのままを左の脇腹、左の脇腹に入れていただきたいんですけれども、ちょうど肋骨の下あたりの、ちょっと待ってください。胃から肋骨の下あたりを膨らませていただきたいんですが、息を吸って。もしもし、今イカダ肋骨にあたりに大きな風船玉があるとして、その風船を膨らませるときに圧力が足りないところが胃の下あたり、これを右下に押す力が足りないんですが、もう一度お願いします。風船100個ありがとう。もしもし、だいぶいいです。もうちょっと下ですね。もう少し下向きに力をお願いします。力を加えてください。はい。もしもし、今これお腹の状態はそれで OK です。その時に左を振り向きをもうちょっと強くしてください。そうしたら骨格が変わりますんで。骨格変わんの？もうちょっと時間を維持する必要があります。
息を膨らましたまんまぐっと維持して、そして振り向く。その息をと膨らました圧力を強めたまま振り向く。はい、OK です。はい、楽にしていいです。はい、ちょっと待ってください。のんちゃん準備できた？のん？のんたん？あれ？のんたんいねえの。今やってたの。何を？ふーって。ふーって。浅井さんの遠隔？うん。うん、聞くこれ。聞く？もしもし？うん、腰の骨はまっすぐになってるんで、あと注意点は、なるべく左の膝を曲げながら寝ている。そうすると、はい、圧迫が取れてきますので、2、3日で引いてきますから、はい。で、ちょっと待ってくださいね。曲げ方ですけれども、ちょっと、仰向けに寝ていただきまして、左の足を曲げていただきたいんですが、右足はまっすぐです。はい、曲げすぎです。もうちょっと伸ばしてください。待ってください。すごい。効く。もうちょっと左足のつま先を内側に向けてください。行き過ぎたです。もしもし。はい、行き過ぎました。もうちょっと戻しましょう。はい。あ、そこです。ちょっと待ってくださいね。仰向けに寝てるときには、まっすぐに寝ると腰に負担になりますので、まっすぐに寝てたら1時間おきに左足を、何分かな？ちょっと待って。左足を5分曲げてください。1時間おきに。今のように曲げてください。で、寝てるときには、右を下にすると負担ですので、左を下にして横向きに寝てください。はい。だから枕で下がっちゃうと負担だから、だから普通に枕を高くして普通に横向きに、でそれでちょっと待ってくださいね。どこでやる？中央公園でやる？のんたん、どっちがいい？俺は中央公園の方が好きだけど、うん、あそこがいいの？中野の。そっちの方が明るかったけど。うん。要はリスナー的には見やすいってこと？歩くときには、中野行こうか。そろ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 歩いて、うん、左足を大きく踏み出さない。踏み出すとガキッときますから、そうするとまた同じになっちゃう。だからそろ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 歩く。あと小さい歩幅で。もしもし、今日はこの後寝てて結構ですけれども、明日の昼過ぎたら、少しそろそろ歩いて大丈夫です。で、夕方になったら、このそろそろ歩くのを、足が弱りますので、15分ぐらい歩くと。で、それまでは、歩けば良いというものでないので、なるべく寝てた方がいいです。はい。明日の夕方になったら、15分歩くことが運動になって体が良くなりますけれども、それまでは歩くことは運動にはならなくて体悪化しますから寝てた方がいいです。いや、明日の昼で
あの一応立ち上がれると立ち上がっても何でもないという状況にはなります。夕方になったら歩けるような状況になりますので、15分ぐらい運動のためにそろそろ歩くと、そういうことです。はいはい、そう、仰向けに寝る場合には1時間おきに足を曲げる。はいはい、そうです。5分間、1時間おきに5分間足を曲げる。はいはい、左を下に寝るです。はい、であとちょっと待ってください。何かあとあの疑問なところありますか。左足が冷えてるんで、あの何か毛布か何かをかけて左足を温めてください。はい、あとはちょっと待ってくださいね。あとは何か気になることは他にありますか。三男坊さんフォローありがとう。はい、どこに出てるんですか。マスコネアクスさんフォローありがとう。豆苗豆腐さんフォローありがとう。血圧計算フォローありがとう。だいぶ落ちてますか。はい、一番広いところはどこですか。口の中ちょっと舌で触ってください。痛いところ。はい、ちょっと待ってくださいね。浅井さん、もうそろそろ行くよ。うん、花火のあれやろうか。何発花火上がった。3発分か。クシャルさんどうも。3発分違うか。4発か。4発分やります。いけます。もしもし、あのその部分の血行が不足しているので薬の効きが悪いんで、あの左の肘を曲げる、あの寝てて左の肘を曲げる、そしてはい、直角に曲げてそれをちょっとだけ足元に下ろす、だから拳を直角に肘を曲げて、ちょっとだけその拳のまま、その足の方に。ありがとうございます。今やってますか。ちょっと待ってくださいね。もしもし、もうちょっと肘を上頭の方に上げましょう。そしてそんなに下ろさなくていいです。はい、相馬さんフォローありがとう。もうちょっと上げてください。相馬さんありがとう。はい、そうです。はい、西田さんフォローありがとう。そしてあのそんなにあの後ろ、足の元の方に拳を送らなくていいですから、もうちょっと直角にしてください。はい、そこです。はい、そのまま手を握って、ゆっきーこんばんは。拳をぐるぐる手首を回します。浅井さんもう出るよ。のんちゃん iPhone とさ配線あるじゃん。のんちゃん、はい、iPhone とさ配線あるじゃん、うん、あれ持ってきて。もしもし、うん、もうちょっとあの手首じゃなくて、あの小指の方を、小指と薬指をしっかり握ってください。はい、でそれでそこの、 あのヘルペスの箇所の血行が改善しますので、薬を飲んでおられるんですから、それであの
最短距離で引きます。はい、あとはちょっと待ってください。あれらもう行くよ。体のヘリペスはあのどこにあるんですか、うん、頭だけでよろしいですか。ヘリペスのひどいところは他にありますか。はいはい、はい、はい、自分で一番ひどいと思われるところちょっと触ってください。他にはないですか。そこはあんまり大したことないんですが、ちょっと行く、あっちこっち、あそこだ、はい、ちょっと待ってください。はい、もしもし、あの今の、腕の角度で腕のにあの手の握りを強くする、で早めに回す、でそこの血行が改善しますので、ちょっと一回やってみてください。着替える、あの小指と薬指の握り方が足りないです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。